くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。仲良くしよう。名前は何にする？ノブ、誠の心。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。神、何をしておる？ああ、
夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら私は捨てられますか。仁、妖霊、思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてます。獣になり下がったと示すだけ。志村は後ほど主閣で演説されるそうだ。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える時か。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。血を吐いて死んだ。だから荷を調べたら中身が何かわからない。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃな。
も無駄だ。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、ブラムゾン。させてはならぬ。猛虎は酒井と同じ特許を取れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。クロードは島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回し。猛虎を撃ってから。しかし将軍様
様の焦げ地は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を打つことが先決だ。仰せの通り。はあ、北へ送った石膏が戻らず囚われたら殺された。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めて。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。